皆さんこんにちは、ロジータプラス23です。今日もまたですね、スペシャルなゲストをお呼びしております。はい、さあ本日のゲストの方はですね、柔らかく可愛らしい声と幅広い役柄を演じ分ける高い演技力が人気の声優さんです、山岡ゆりさんです。どうぞ。これはどれを見たらいいですか？ごめん、どこでも大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はハンマレを演奏しに来てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、早速山岡さんにいろいろ質問させていただきたいと思うんですが、はい、まず中学高校とトランペットを今回演奏されると思うんですけど、はい、されていたということで、トランペットとの出会いっていうのはどういう感じだったのか教えていただけますか？そうですね、なんかこう吹奏楽部で本当はフルートとかクラリネットとかこう女の子っぽい楽器っていうのを本当はやりたかったんですけど、なんかそのちょうどすごいトランペットに綺麗な女の先輩がいらっしゃって、でマウスピースも鳴っちゃったんですよ、トランペットのやつが。それでうまいこと勧誘されてしまってそうですよね、そうです。そのまま自分の意思をなく誘われたまま入っちゃいました。どうですか？どうですか？どうですか？どうでました？どういうの？このループを吹きたかったけど、先にコルネット吹いてみる。あ、はい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 、音出たから、あ、じゃあもうそれでってそのまま、いや、そうですよね。そのまま自分ならズルズルすごいズルズルきましたズルズルそれでプロになってるのがすごい楽しいですよね、今。素晴らしいですね。たまちゃんもそうですね、僕も僕はおじいがコルネットやって、あ、知らんもん。なんかもうそうなんです、すごいですね。それで楽器をもらったっていうのもあったんですけど、楽器をもらった、すごい、ね、そこからでした。でも敷かれたレールですもん。敷かれたレール敷かれたレール、なんかこうだからこそ違う楽器やりたいとかなかったですか？まあでもトランペットすごい好きだった。中学上がるときにちょっと人いっぱいいたらやめて、なんか他のもの、はいはいはい、非常に弱小だったので、まあ、人がいなかったから、はい、あるあるだよね。そうですね、出るならやれみたいな。疲れたレールで続けたでは続いての質問でしょうか。はい、ハンマーレンの練習を今回事前にお二人と一緒にやられたと思うんですけども、はいはい、どんな感じの練習をされましたか？いいですか？お二人そうですか？あ、そうですか、お二人と慰めてもらいながら練習しなかったですよね。いや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 、本当に最初に通して、なんかここ2人は大丈夫そうだからもう終わりますかって言って、でもそのスタジオ人は1時間分撮ってくださってたんで、まあね、20年とか無理ですから、それでだからご本人のね、なんか心配をなくすために、まあ、一応もうちょいやっておきますか、ね、何回か本当に通して、はいはいはい、でも本当すぐ、ね、スムーズでしたね。いやでも本当お話しいただいた時、チューニングの弁の音すら出なかったんで、それはもうダメだなって思いました、本当に。いやいやいや、しっかり僕だったらもっと出ないです、ね、いやいやそんなことないです。僕も3日吹かないだけで、やっぱ出なくなりますよ。外に出たくないですか？本当に。いや違う違う、そうじゃないな、違う。怖くなります、怖くなりますね。3日に済んだら1週間ぐらい練習してから、ね、そうですよね。本当に音出なくなるんだなって思いました。全然出ませんでした。でも20年ぶりに、いやもう出ないかもしれない出ないかもしれないです。それでは次の質問なんですけども、はい、音楽の経験が演技のお仕事に生かされてるなと感じる瞬間とかってございますか？でもその楽器をずっと高校までやってて、で初めて養成所で演技の勉強したんですけど、なんかその時はやっぱ肺活量とか、そのタンギングで舌も鍛えられてるじゃないですか。だから滑舌も
から養成所時代が一番まともだった気がする。出たての時が腹筋も舌も出来上がってる状態で入ったんで、なんか生かされてました。それではメンバーから山岡由里さんに質問ということで、質問されてない方さんのところをここにいらっしゃるので、じゃあいいですか。はい、声優さんってやっぱ体を使うお仕事だと思うんですけど、はいはい、ちょっとさっきの話につながるんですけど、はい、何か普段トレーニングされてることとかありますか。あー、何にもないですね。私は生きよう。じゃあもう天性だ。すごい、素晴らしいです。これが才能です。いや、もうよほどトランペットの時のが練習しました。そう、他にありますか。ないです。はい、あの収録前とかに、はいはい、飲み物、食べ物でこれは食べない、飲まないとかありますか。いや、でもそれはやっぱ楽器のことと一緒だと思う。あ、あんまり乳製品とか飲んだらニチャーとかなりますか。そうですね、そうですよね、やっぱニチャーニチャーニチャー。声優を志したきっかけ。声優を志したきっかけ。ああ、そうですね、本当は皆さんと同じようにプロになったりとか楽器で食べていけるようには学生時代になりたいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱコンクールやったらもういいやってなっちゃったし、やっぱ自分より上手い人がいるっていうことを知っちゃったら、なんか目指す、なんだろう、気持ちがあんまなくなってしまって、でもじゃあ何しようって思ったら何もやってなかったわけじゃないですか。でも勉強もやってなかったし、どうしようって思ってたら、なんかこの声を結構なんか真似されるっていうか、いや特徴的ですよね。それを結構言われることがあって、だったら全然やったことない声優、まあ、顔も出さなくていいし、別にアイドルっていう感じでも、私の時はそうではなかったんで、はい、まあ、裏方さんならそういう道もありなのかなと思って専門学校に行ったのがきっかけですね。それではじゃあ逆に山岡由里さんから私たちメンバーに質問があったら、はい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 、そもそも気合いはないでしょ。ないでしょ。ありますか。楽器は毎日吹くんですか。ああ、これ一人ずつパッて答えた方が分かりやすい。あ、吹くかで言いますか。今日4日ぶりとかする。あ、4日ぶり。年末年始とか触ってないし、2日に1回ぐらいです。2日に1回。おお。一番毎日吹かないです。吹かない。吹かないです。ほぼ吹く。ほぼ。体調崩してみたら、ほぼ。今日は4日ぶりぐらい。ええー。まあ年末年始も。年始もほぼ吹くですかね。はい。やっぱりね。かなりやばくないですか。え、いや、ほぼ服だったんですけど、ちょっと私ピアノも弾いてまして、ピアノの YouTube もやってて、で、なんかもう本当最近はピアノのお仕事結構もうほぼ埋まってるっていうのもあって、なかなか服時間が取れないっていうのがへぇ、いや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 、もう毎回必死ですよ。もう本番前でめっちゃもう、めっちゃいいよね。才能だよ。いやいや違う、そういう話じゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。いや必死です、本当に必死だからね。本当に共通性の、いや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 、いやもう全然違う、レベルが違いすぎる。私は怠けてただけなんで。いやいやいや、なんかこう休みっていう休みが取れないじゃないですか。なんか吹かないとずっと心配になっちゃうし、そうですね、でも思うとなんかゆっくり休めないだろうなっていうのもあって。確かにそうですね。その本番はやっぱりあのお仕事ってなるけど、その練習してる時間にね、別にあのギャラとかが発生するわけじゃないから、そのアスリートと一緒ですね。だからそのなんか練習がないとその本番でうまく仕事でできない。休みも溜まってる楽譜読んだりとか、そうですね、うん、そうやって、それで仕事しないと終わるのが違う。いや、そうですね、確かにめちゃくちゃ言われるの。仕事にやらない、そうですよね。あ、で、練習にやらない。同じです。なんか人材がこんなにあるのに誰にも分かってもらえないし、そう、みんなが休みだ、よし、演奏会行こうって言ってる時に演奏してるこっちだから、土日の方が確かに稼働率高いから、傷つくところは一緒。陰でも陰でも
て生きております。ありがとうございます。ありがとうございました。それではそろそろお時間ということで、はい、アパレルも見てまいりたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。行ってきます。行ってきます。まあ、よかった。